ここにね、富津さんの「馬を訪ねて地球一周」っていう本があるんですけど、今回はこれ訪ねたモンゴルの話をね、つんちゃんにしてほしいなと思って。ムツゴロウさんと一緒にやる予定だったんですけれど、でも1ヶ月一緒に1ヶ月一緒にいたんで、あんまりテレビでは伝わってなかったことを皆さんにお届けできればなと思ってま少しでもす。少ね、しでも、はい。1993年の夏、1ヶ月、そのモンゴルでナーダムっていう長距離、馬の長距離レースがあるんですけど、30キロくらい。30以上あったと思いますね。そのレースにムツさんが58歳の時に出場するっていうことになって。私が、カメラマン兼助手として、同行した旅でした。その旅のことをいろいろ思い出をたどりながらちょっと話していきたいと思います。そもそもどうしてナーダムに出るっていう話になったんですか？日本の競馬会関係、中国競馬関係 JRA かのら。企業の方がモンゴルの馬事協会とつながってて交流があって、じゃあ誰かこう、そのムツゴロウさんっていう面白い人が日本にいると、じゃあその方がを呼んでナーダムに出ませんかって声をかけてもらったので、でその日本の方からそういう話があって、でもさすがにね、むつさんでももう60目の近前いだからし、ね。30キロ爆走するレースに自分が出られるのか、大丈夫なのかっていうのはやっぱりちょっと考えた。普通考えるよな。それに近い自分が年なんですけど、無理ですってなる。ナーダムってとにかくスタートからゴールまで駆け抜けるレースで、ほとんどがてか全部出場するの子供、みんな子供ですね。子供なんだよね。みんな勝ちたいから、できるだけやっぱり騎手が軽い方が有利なんで。馬の体力も持つし、子供なのでもう無尽蔵に体力もあるし、そんな中に、まあ、60を目の前にしたムツさんが参加するっていうのは、今もどうしてあの時に、出場しようと思ったのってもう一度聞いてみた聞きたい。いよね。もう一度語ってほしかったなと思います。当時おいくつでしたか？俺30じゃないか。それはもうだいぶ馬の経験があって。まあ6、7年渡ってはいるけど、そんなに自分の中では馬のすごいできる人とは全然思ってない、自分の中で。まだまだ駆け出しってとい思うう思いだね、自分の中ではね。で、ムツさんと2人、まあ、テレビのディレクターとかもだけども、旅をするってなったら緊張しまもすちろんです。まあ、なんで俺を助手に選んでくれたんだろうって、嬉しい反面、やっぱり緊張だよね。でも、なんていうの、知らないところに行けるっていうのは、やっぱワクワク感はありましたけどね。ましてや、モンゴルなんて行ける機会、そうそうはないだろうし。で、お前、写真できるんだろうって言われて、一応できますって言って、どっからか情報が得られたみたいで、一応撮れるっていうのは言ってたから、で、自分のカメラ、この俺の使ってるやつ使っていいから、写真撮れって言って、カメラはすごいいいカメラだったんで、で、当時はデジタルじゃないですからね、フィルムをいっぱい買って。緊張する。する、しま すよ緊ね、張す絶る。失対。敗したらどうしねえ、よう。そうですよね。
今だとすぐ確認できますからね、撮って。現像してみないと、ピントが合ってるのか、ね、露出が合ってるのか。いやー。それはあったね。だから、いっぱい買ったよ、フィルムは。もうバシバシ撮ったの。もうこのシリーズではね、なんか、つんちゃんが向こうで、モンゴルでムツさんと、いっぱい撮ってきた写真も、写真をね、使っていただいて。たくさん見ていただきながら、もう私たちと一緒に、モンゴルの草原に心を馳せて、ムツさんの思い出をね、聞いていただけたらと思います。テレビでやったんだよ。テレビでやりましたね。テレビでやったんだけど、いつもの愉快な仲間ではなくて、TBS で、本当特別バージョンで、フジテレビのプロデューサーがすごい嫌がってましたけど、それはいらないから、ね。まあ、初めてのウランバートに着いた時は、まあ、本当に何もなくないというイメージですよね。なんか空港も草原の中にあるようなイメージ。すごかったですね。中志の地よりも何もない感じですよね。本当にね、きっと今はもう今はすごいよ。変わってしまったんだろうけど、その当時は本当に草原の中に空港があるような感じだったのかな。はい、すごいとこに来たなって。ムツさんと二人は初めてですね。その緊張あったでしょ。緊張、まあムツさんといるともう、普通ではなかったね、俺はね。まあ北海道にいる時でもそうでしたよ。当時はね。この旅、そのモンゴルの旅が終わって変わりました。僕とムツさんの中。そこにはなんかやっぱりすごい濃密な、そうだね。1ヶ月ぐらい行ってたんで、もうそれでかなりムツさんと僕きっかけになったのかな、変わったな、僕の中で。相当近づいたね、間が。俺がね、当時、あすみさんと津山さんはご結婚されてたんですか。あ、もちろん。で、何人目だろう。3人目がお腹にいたですね。でもう9月には生まれるって言ってて、行ったのが7月ちょっと前だったのかな。ナダムが多分7月でしょ。7月、かその前に準備があったから、6月には行ってる、そうだね、はずだよね。ウランバートルも当時はあんまり栄えてないというか、その開けてなくって、ご飯食べるとことかホテルとかは、いやすごい、一番すごいいいところを準備しているっていう話は聞いてたんですけど、いやすごいところでしたよ。もう空港着いて迎えに、それでのモンゴルの衣装を着た人たちがいっぱい迎えに来てくれて、まあ大歓迎してくださってるのも、よく伝わったんだけど、で車に、3台ぐらいでスタッフとね、分乗して移動していったんですけど、で途中で聞いたら、大使館、日本大使館じゃないんだよ、どっかの、大使館を使ってくださいって言って、なんかお城みたいなところに行って、そこで、ウランバートルでは過ごしてました。すっごいでかいんだけど、何にもないの。部屋の中、本当に何もなかったよ。ガラーンって。ムツさんも、なんか、すぐにお湯が出なくなったって感じ。なんかシャワー入らない。ああ、お湯なんか全然出なかった。あっという間に出なくなってしまったんで、モンゴルって暑いんですか、寒いんですか。昼間は、俺らが行った時期は昼間は結構それなりに上がって暑くて、夜はやっぱり冷えるんだ。差が大きい。夜は冷えて、なんか暖房入ったよ。やたら天井が高くて、だからなんか昔のお城みたいな建物だったから。
すごいんだよ。もうエコーかかるんだよ。それぐらいなんかホールみたいな位置でね、あの最初あの宿泊させていただいて、そこから、そのナーダムに向けて、翌日かな、馬のいるところに、ね、移動していったんだけど、そ車で 2,3 時間かかったかな、草原の中ね、道なき道、わー全部草原、草生えてないところいっぱいあって、でも木がないのね、本当に全く木がない、開けてひたすら開けてて、うん、小高いところはいくつかあるんだけども、本当に木がないんだよね、それはなんか、うん、北海道にはない感じでしたね。まあ着いた頃はもうヘロヘロでしたね。ガタガタ道でしょ、結構なあの体が痛んでました、ムスさんも。で、そこで、ゲルを立てて、でみんなであの組み立てて、ムスさんはあの一つ の, あの撮影の合間もずっと仕事しなきゃいけないんで、結構書いてたの、もちろん毎日ランプともしてできないしね、すごくて、あの人はだから僕らはもう夜になったら自由なんだけど、ウッサンは撮影終わって夜になったら仕事あるでしょ。いややっぱすごい人ですよ。ゲルの中でも原稿書いて、そうよ、え、どうやって原稿送ってたんだろう、誰か、あ、もちろんあの頼んで、うん、モンゴルの方に、あ、ウランバートに運んで、うん、ファックスかな、ねえ、そうだよね、きっと、うん、あ、なんか、ムツさんのね、文章を読んでたら知らなかったんですけど、うん、ゲルの、こう、外側の貼るロープ、馬の毛でとか、ロープで作るって書いてあって、で、それがね、なんかの、うん、つんちゃんもさっき言ってたけど、うん、木がないところを育つ馬だから、うんうん、縦髪も尻尾もすごく引っかからないか伸びるんだって、あ、だからその長い木を使ってロープを使ってゲルを立てるとすごく丈夫って書いてある、あ、そうだわ、そういえばそうだった、擦るあの木がないから、うん、そう、うちの、 あの馬たちは、うん、もうほとんど縦髪とか、あの、尻尾の毛とか、短いんですよ。擦って。ないんですよ。擦るところがないの。ないの。はい。みんな長いから、はいはいはい、それを利用して、ロープを作って、ゲルに使うって書いてあって、あ、なるほど。知らなかったな。過去に読んだと思うんですけど、すっかり忘れておりました。うん、ね、こうやって、ね。これ作ってるようですね。そうね。そのロープ、うん、馬の毛だって、あの手綱はあの聞いたことあるけどな、手綱も使ってるしてた馬の、うん、すごいね。ご飯はどういうものを食べるんですか。ご飯はね、ほとんど、こう現地調達だったんですけど、そのゲルに移ってからはより一層毎日同じでしたね、ご飯は。どういうメニューなんですかね。羊のなんか、あの、まんじゅう。まんじゅう、肉まんみたいな。中華まんじゅう。中華まんじゅう。そう。パッサパサのね。パッサパサの。すごいワイルドそう。うん、で、あとなんか、あの、カビ生えたパン。それが、それはだから大丈夫なのやつ。ゲルの中にこう、保存食みたいな、なんちゅうんだろうな、ね、あのミルクはなんか、あの乾燥させたやつとか、うん、で飲み物は常にあるな、馬乳酒はもう常にこうあって、ゲルの中にお世話になった、そのお世話になったあの場所はソンドイさんという有名な調教師さんらしいんですけど、そこでお世話になったんですけど、
必ずそのゲルの中にあの大きなこう桶っていうかなんか壺みたいのがあって、すっげえいっぱいいろんなの入ってんだ、見ないほうがいいんだ見たら怖くて、あいろんなのが入ってんだけど見ないようにして、それをこうすくってあのなんかこうなんかね器にこう入れてくれ、これも見ないようにしてこうやって飲むんだけど、でもお酒でしょ、お酒だよ、ね、お酒だけどあのすごい弱いらしいですよ。1% から、うん、おいしいんですか。おいしいの。慣れたらおいしいの。うまい。慣れたらね。何入ってるか分かんないけど。見ない方がいい。そういう。あのね、ピリピリするんだよね。あれ独特だよね。なんかあれか、発酵。そう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 。ピリピリピリって言って、うん。すごい癖があるんじゃないかなって思ってしまうんだけど。なんか炭酸の感じするよね。微炭酸。あ、最初は、最初はさ、あの、なんか、なんか慣れないからさ、うん、美味しさも分かんなかったけど。でも断ったらね、そうそうそう、せっかくおもてなしだからね、うん、そうそうそう絶対いただかないと。ないもんさ、他に。飲むの。水もない。水もない。だから、そう、代わり、それが水代わり。お茶もないの？ないないない。だそれはさ、あの撮影の、ね、スタッフがね、うん、こっそり持ってたんだけど、現地にはない。それがもうあの水分を補給する、うんうん、唯一の、うん、飲み物で。ムツさんも飲んだの？ムツさんも飲んでたよ、うんうん。そんな強くなかったから、ちびちびだけど飲んでた、うんうんうん。慣れると美味しかったです。あのトイレとかお風呂とか。ねえねえねえ、トイレはあのゲルから、あの何メートル、50、30メートルぐらいから離れたところに一番板置いてあるんだよ。あ、板は一番板置いてあって、その裏でやる。自分で適当に掘って。大自然。そうそうそう。そしたら、俺よくあったんだけど、うんこしてんじゃん。そしたら、あの、板、こゲルからは見えないけどさ、俺の後ろをさ、馬が通るんだよ。うん、手振ってくれ。